ポンポントーク、ポンさん今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん来ましたね、三島組。はい、人気ですね。大人気ですね。ね、三島組すごいですね。すごいです。この後も何十件来てますよ。やっぱすごいですね。すごいです。わかりました。じゃあ今日は大丈夫ですか、ポンさん。三島組、もう山盛りあります。わかりました。じゃあ三島組でよろしくお願いします。はい、あの5代目山組当時の、はい、3代目山県組当時の、はい、三島組の K さんの話を今日はしたいと思います。はい、K さんはね、はい、地元でもうずっと小馬鹿にされて生きてきた人なんですよ。はい、もう子供の頃からすぐその告げ口する癖があるんですよ。なるほど。先生とか、はい、親とか、はい、そういうのにずっと告げ口とかするから小馬鹿にして嫌われてきたんですよ。はい、で社会人になって、はい、トラック運送会社のとこに就職したらしいんですけど、はい、そこでも社長に、はい、誰々はサボっとったとか、はい、誰々は荷物蹴ってたとか、はい、そういうことを何でもチンコロしてたんですよ。はいはいはい、でも会社でも嫌われてて、はい、でもう辞めるからどうしようかなって悩んでる時に、はい、知り合いの紹介で三島組の人を紹介してもらったんですよ。はい、でその人の射程になって、はい、走行してた時にちょうどトラックで事故してね、はい、それは K さんが悪い事故じゃないんですよ。はい、相手が悪い事故でね。なるほど。で腰を結構悪くして、はい、で後遺症障害って言うて保険が降りたのと、はい、その会社からの、はい、労災保険ですかね、はい、何かが降りて、はい、結構何千万兆金が入ったんですよ。あ、 K さんにですか。はい、はい、でもそれを K さんはその兄貴分とか周りには言ってないんですよ。なるほど。たかられるの分かってるから、はいはいはい、そういう知恵はついてるんで、はいはい、子供の頃にね、はい、それでもう射程になった瞬間から、はい、俺は三島じゃ、俺は三島じゃって言って、はい、歩き出すわけなんですよ。なるほど。でもやっぱ当時の三島君って言ったらすごいから、はい、やっぱり分かってる人間は誰も何も言えなかったんですよ。はい、K さんにね、はい、それで兄貴分がよく行く飲み屋とか、はい、飲食店とかはい、によく出入りしてたんですよ、はい、お金があるから、はい、そこのボーイと仲良くなって、はい、一緒に連れてご飯とか食べに行くようになってたんですよ、はい、その時に地元、はい、その仕事してた場所の近所のよく行ってた居酒屋に、はい、気が大きくなってるからも、はい、行ったんですよ、はい、だもちろんそこにはその当時の同僚とか、はい、事務の人間とか会社のね、はいはい、とかが行ってるところなんで、はい、行けるわけなんですよ。なるほど。でも偉そうにこう K さんは行くんですよ、その店に、はい、ボーイを若い人のようにして連れてね、はいはいはい、だからボーイなんでもうペコ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 してるわけなんですよ。なるほど。 K さんにもね、はい、それで飲んでたら、はい、あ、 K やんけってなるんですよ。なるほど。その居酒屋でね、はいはい、で K さんも、はい、なんやって感じなんです、態度なんですよ、はい、で、おみんな K おるぞってなって、はい、何人かこう、4、5人こう K さんのテーブルの方に来たらしいんですよ。はい、で、何やお前らって K さんは偉そうに言うんですよ。はい、俺三島やって言って、はい、役立ちとんねや今って。でも誰も信じないんですよ。はいはいはい、K だから。はい、で、そのうちの一人が、はい、お前何言うとんねんこらって頭バチン叩いたらしいんですよ。はい、それを見て、ボーイのに、K さんは何も言わないんですよ。はい、ボーイがバーって掴みかかったらしいんですよ。はい、その語りの人にね。はい、そこでバーって揉み合いになって、はい、なんかテーブルとか割れて K さんも手を怪我してるんですよ、はい、何もしないんですけど怪我してるんですよ、それだけ、はい、それでみんな止めて、はい、収まったんですよ、はい、で K さんはもう店出たんですよ、はい、そのことをボーイが、はい、K さんの兄貴分に喋ったんですよ、はい、こんなことが起きたっていうのを、はいはいはい、K さんは呼ばれて兄貴分に、はい、もう叱られるんですよ、きつくね、はい、お前ゴラー言うて、はい、で相手が、はい、カタギでもなんでも、はい、関係あらへんと、はい、お前三島組の大門なのって、はい、やられてんやろと、はい、頭こつかれてんやろと、はい、けじめ取ってこんかいと。なるほど。金のけじめでも体に教えるけじめでもかまへんと、はい、カタギになめられてたらあかんと、はい、カタギにやられてもヤグラにやられても解消はせんかいと、はい、言うんですよ、はい、で K さんは行くんですよ家に、はい、そのこついた片木の人間の家にね、はい、でもその家に行って10万円渡すから頭に包帯巻いてボーイのとこに謝りに行ってくれって言うんですよ。なるほど。でその片木の人間は断るんですよ、はい、そんなことできへんと、
でも一応まあその三島組っていうことを周りから聞いてやばいよっていうのを聞いてるんですよ。なるほど。だから一応知り合いの中島組の人に連絡するんですよ。はい。だから中島組の人もうわー三島かーってなるんですよ。はい。そうなんです、三島組っていうとこなんですよと。はい。まあ一応話だけまあ聞くよって言ってこう聞いてて、はい、じゃあ一回 K さんっていう人と喋るってなってね、はい、K さんに電話かけるんですよ。はい。K さんはその待ち合わせ場所に来るんですよ。はい。その人にも10万円渡すから一緒に話を組んでくれと。はい。えらいすいませんでしたって一緒にその方4人を連れて来てくれと。はい。K にきつく言われたと。はい。言うてくれへんかってなったんですけど、もちろん中島組の人は断るんですよ、そんな。そうですよね。できへんと。はい。でも K さんにしてみたら、もう引っ込めつかへんなってきてるんですよ。はい、兄貴分から怒られてるし。はい。で、そっちには断られるし。はい。そこで中島組の人に、まあ、結構きつい言い方を K さんがしたら、はい、一緒にいてる仇、こついた仇が、はい、K さんにまたバーってなるんですよ。はい、お前 K のくせして何言うとんねんこらとかなるんですよ。はい、あの K さんももうそのままうつむいて帰るんですよ。はい、それを防衛に、K さんバカだから、はい、防衛に相談するんですよ。はい、だから防衛にまるまるそのことを兄貴分に言われるんですよ。はい、兄貴分が今度その中島組の人のことを聞き出すんですよ。はい。中島組の人を呼び出すんですよ。はい。来いと。はい。会おうと。K のことでね。はいはい。中島組の人間を結局その人を巻き込んで、はい、物事を終わらそうとしてたんですよ。はい。中島組の人は来るんですけど、はい。K さんにお金出されて、はい。で、自分の関係者の人間の頭に包帯任せて、謝りに来いって言われて、役出せてこれ分かりましたって言えますかと。はい、言えないでしょと。でも兄貴分は三島組の大門で物事を頼んだわけやろと、はい、それを無視するんかと、はい、いやそらするでしょって中島組の人は言うんですけど、はい、兄貴分はそれでバカにしょんがって今度持っていくんです。三島組バカにしょんがよこらと、はい、三島組の人間が頭下げて頼んだことをお前蹴ったんかこらってもう話とすり替えていくんですよ。なるほどなるほど。もうやからですよね、はい、完全に、はい、中島組の人も役出しとるから、はい、いやいやってそれはオタク言うてること間違うてますよと、はい、筋道外れてますよと、はい、その時に三島組のその人が言ったのは、はい、筋は力やと、はい、力が筋なんだと。なるほど。かかってこいこらって、まあ、なったんですよ、はい。まあ、このアリーブの方の名前はちょっと言えないんですけど、はい、今現役で違うところで現役でされてるんで、あ、なるほど、言えないんですけど、はい、あのまあ、当時のもう三島のやり方、三島組のやり方ですよね、はいはいはい、力でいくっていうね、はい、でこの中島組の人が、はい、まあ、その場その日はその場で帰ったんですよ、はい、でどうしても我慢できへんっちゅって、はい、なって、はい、K さんを、はい、まあ、襲ったんか襲おうとしたんか感じで、はい、ちょっとガラガラってなったんですよ、はい、K さんその警察行ったんですよ。マジですか。はい、このままだったら自分板挟みやからずっと、はい、その仇のこついた人間からも、はい、お前絶対に夜道は一人で歩いたら寝ろとるからのとかね、めっちゃ言われてるんですよ。なるほど。ヤグダ逆らって調子乗りやがってとかね、はいはいはい、結局 K さんはヤグダには向いてなかったんですよ。向いてなさすぎですよね。はい、この中島組の人もあのもう殺されてもこの頭が良さげやんって言ってたらしいです。うん、まあ、まだそんなやつですからね。はい、いや、まあその兄貴分にもね、はいはいはい、それはおかしいと、間違ってると。まあだってヤクザしてて10万円払うから謝りに来てくれへんって言われて。そうですよ、いけないですよ、ね、いけないです、いけないです。そこでうんって言うと、まあその人も終わってたと思いますよね。もう中島君の方もやっぱそれを貫き通した。だってその目先のお金を別にっていうところですもんね。やっぱプライドの方が勝てるから。それはもちろんそうですよね。10万円で安いでしょ。うん、まあね、はい、でもそのね、Kさんの友達は別に行ってもよかったんじゃないかなって思いますけど、やっぱりそれだけその素人の方にも Kさんバカにされてたっていう。そう、まあバカにされたんでしょうね。だから当時三島組 の名前を使えば何でも通った時代ですから、はい、あのみんなやっぱりその名前は欲しかったと思います。その名前を使ってでも K さんはダメだったということですね。そうですね。わかりました。ポンさん今日もありがとうございました、はい、ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。 See you